こんにちは。2017笑顔つなぐ愛媛国体愛媛大会笑顔探せ主役はどこだスタートです。はい、メディアクリエイターの増原明子です。アジオガことジャパリネットドラムス中岡良一です。さあ今日もエミフルマサキの中で寝ますエミ下からお届けしていきます。はい、中岡さん、そんなアジオガっていう自己紹介毎回していくつもりですか？おー、触れてくれた、うん、売り出し中なんですなんか何回か続いてるんでね、いちいち反応するのがめんどくさいなと思って。あれれれご機嫌斜め。なんかそういうわけじゃないんですけど、4月ってね、新しいことが始まる予感でね、ウキウキもするけどなんかそわそわもするじゃないですか、うん、なんかね落ち着かないような感じがするというか、若干出てますかねまあ新学年新入学そして新社会人、はい、まあ、環境が大きく変わった方も多いと思うんですね、うん、あと仲間と離れ離れになったって方も。あー、なるほどね、うん、まあ、でもその点ジャパハリネットはねメンバーずっと一緒ですよね。そうですね、やっぱりこう松山で集まった仲間でスタートしてるんですよね、うん、まあ、メンバーはもちろんいろんな人にこう支えられているんです、うん、まあ、両大会でも都道府県を代表して参加される皆さんの多くが、うん、まあ、今中岡さんがおっしゃったような気持ちと同じような気持ちなのかなって思ったりします。両大会ともね、勝敗はもちろん大事なんですけど、まあ、スポーツを通じて、うん、まあ、一生の仲間になったらいいですよね、うん、そうですよね。そのためにも私たちもしっかりおもてなししていきたいですよね、うん、はい、ということで今週のロケはどちらに。今や愛媛県を代表するお菓子といえば霧の森大福でございます、はい、どこにある？四国中央市。そうなんです、ロケ行ってきました。 VTR どうぞ。さあ愛媛県は四国中央市にやってきました。で今我々がいるのが道の駅霧の森という場所なんですね。あれみきゃんかと思ったらめっちゃダークやん。なんで？あ、お茶の里だからだっていうことかな。さあここの場所はね、いろんな施設があるんですよ。今からご案内します。さあ総合案内所にやってきました。ここから車で30分で着く塩塚高原に生息している高原植物、まあ、そこが霧の高原とかって呼ばれている場所なんですね。おすすめの場所です。いや、めっちゃ綺麗でいい場所です、ね、レストランでしょ、茶室にチャフェがあって霧の森菓子工房があるよ。ミキアンどれ行きたい？お、やっぱり霧の森大福よね、買いに行こう。いや、これなかなか手に入らんけど買えたね、ミキアン早起きしてよかったね。霧の森大福、今日は菓子工房霧の森神宮本店までやってきたんですよ。本店に来ると結構手に入れるチャンスが多いということなんですね。皆さんもぜひお立ち寄りくださいね。めっちゃいい場所やね、みきゃん、ここね。もっとゆっくりしたいけど次行かないかんやんか。ぜひ皆さんここで一服して国体を楽しんでくださいね。その前に僕らも一服。うん、うん、さあ伊予三島運動公園の中にあります体育館にやってきました。ここはどういった場所なんでしょうかね。お話を伺っていきます。自己紹介お願いします。はい、四国中央市国体推進課星川と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずね、入ったらびっくりした、天井が高いですね、ここ。そうなんです、ここは市の観光名所であります水波高原のコスモスを形取った屋根をモチーフとしております。なかなかこう見たことがない形になっとってね、こんな場所もあるんだと本当びっくりしたんですけどね。どれぐらい前に建った建物なんですか？平成元年の7月に竣工となっております。なるほど。で今回その国体が行われるにあたって改修地点とかはどんなところですか？はい、放送設備と、空調設備の更新、それと、トイレの様式化、また、書室のブラインド等の改修を行っております。そんなに多くないですよね。ね、だから初めからその国体基準を満たしていたっていう場所なんですね。そうなんです、当初できた当初からそういった、いい施設となっております。ね、本当素晴らしい施設ですね。ありがとうございました。さあ続いて民泊について伺っていきましょう。自己紹介お願いします。
はい、四国中央市国体推進課西川と申します。よろしくお願いします。お願いします。さあ今民泊の現状はどういった感じでしょうか。はい、民泊の対象となる競技はフェンシング競技になりますが、うん、はい、市内でですね、全20地域の公民館を拠点に、20の協力課を立ち上げてもらって、受け入れの準備をしているところです。20といえば結構な規模じゃないんですか。そうですね、選手の受け入れが約200名選手を受け入れるようになりますので、うん、全地域の公民館を拠点にですね、宿泊および、調理の準備をしているところです。なるほど、調理ももちろん常に入ってきますもんね。そうですね。なんかみんなでその考えてるメニューみたいなのはあるんですか。はい、四国中央市のですね、特産品を活用したレシピなんかで統一したメニューを作っておりますので、そのメニューで、選手の食事を提供していく準備をしているところです。では最後にですね、皆さんへメッセージをお願いします。はい、愛媛国体本番の時には、全国から選手監督、お客さんをはじめたくさんの方が四国中央市に、いらっしゃいます。市民総参加の大会となるよう、市民みんなで、この大会心待ちにしております。ええー、こと言ってくれましたね。本番楽しみですね。そうですね、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ続いては四国中央市で行われる競技についてお話を伺っていきましょう。自己紹介お願いします。四国中央市国体推進課の近藤と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。さあここで開催される競技教えてください。はい、まずフェンシングと空手道がこちらの会場で行われます。はいはい、あと軟式野球が浜公園川の井野球場で開催されます。うん、で最後にラグビー少年男子がスカイフィールド富里で行われます。はい、多いですね。さあ他にもありますか。はい、あとは公開競技としまして綱引き、うん、で、あとデモスポでエアロビックが開催されます。なるほど。どうですか、その国体に関わっている仕事じゃないですか。はい、その中でもう間近に迫ってきておりますけど、どんな思いがありますか。はい、うん、まだまだ先だと思ってた国体なんですけれども、本当にあっという間です。ね、本当そうですよね。はい、もう目の前です。どうもお話ありがとうございました。はい、さあいろんな魅力あふれるね、お話を聞くことができました。というわけで四国中央市に来てや。なんかかぶってましたよね、あれでしょ。んかぶるといえばダークの色とお抹茶の、うんうんうん、あ、なんかね、抹茶っていうか、あれってなんかこう、うん、みかんがなんかこう、ああなってそうなってこうなってみたいな、たまらんだと思うんですよね。なんか違うかな。ね、うん、霧の森大福はむちゃくちゃ美味しかったですよ。うん、美味しいですよね。朝早くからね、いろんな方が買いに来るんですね。あ、なるほどね。うん、まあ、せっかくこう憩いの場所を取材したんやけん、はい、イメージ壊したくないやん。そりゃそうですよ、もちろんですよね。まあ、でもですね、香川とか徳島方面からもですね、まあ、ちょっと距離はあるんですけれども、うん、ぜひ立ち寄ってもらいたいなと思うんですよ。はい、結構長旅の疲れをね、甘いものとあとは自然のね、景色に癒してもらっていいかなって思います。はい、あと体育館にはね、うん、びっくりでしょ。そうなんですよ、あれ水波高原のコスモスのイメージなんですね。そう、なんか素敵なドライブコースだなって思いました。取材中もね、うん、我々とは違うバブル世代の方々が、うん、昔はあそこでドライブデートしよったんじゃって大盛り上がり。本当ですか。うん、まあ、でも今も昔もね、人気のドライブコースなんですね。そうですね。うん、さてこの後は耳寄り情報、そして主役は僕だ、主役は私と続きます。皆さんこんにちは。笑顔をつなぐ愛媛国体愛媛大会実行委員会事務局の加藤です。よろしくお願いします。いよいよ4月1日から文化プログラム事業が始まりました。文化プログラムとは、文化芸術面から実施する国民体育大会の開催行事の一つです。全国から訪れる方々に愛媛の魅力を発信するため、愛媛国体愛媛大会開催年の4月1日から12月31日まで文化芸術活動等のイベントを実施していただく事業です。愛媛県では文化プログラム事業を募集したところ、なんと375もの事業にご応募いただきました。ジャンルは美術館や博物館の企画展示や手作り体験、お祭りなど幅広く企画されており、見るだけでなく参加できるイベントもたくさんあります。
愛媛県内の20市町すべてで様々なイベントが行われます。愛媛の魅力がたくさん詰まったイベントなどを紹介していますので、ちょっとどこかに寄ってみたいなというときは愛媛国体愛媛大会公式ホームページで気になるところをチェックしてみてください。今後も愛媛国体愛媛大会公式ホームページで最新情報を発信していきます。いろんな愛媛を知っていただき、いろんな場所へ足を運んでいただけるきっかけになればいいなと思っています。スポーツとともに文化も盛り上がっていますので、その時期にしかないイベントなどをチェックしてぜひ楽しんでください。スピードスケート競技を行っております郷亜里沙です。始めたきっかけは兄が地元のリンクでお父さんと一緒に滑っている姿を見て、私もスケートをやりたいと思って兄の後ろをずっと滑って、はい、っていうのがきっかけです。スピードスケートは自分の力でどんどんスピードを上げていくっていうところで、スピード感のあるところが、はい、とても魅力だと思います。私の目標は来シーズンに行われる平昌オリンピックにの出場権を獲得して、さらにそこで上を目指してメダルを取ることが目標です。長野冬季国体では愛媛県の皆さんのたくさんの応援のおかげで私の今までの実力以上の結果がしっかり出せていけたと思います。これからは本国体に向けて私がしっかり皆さんの応援をして愛媛県の優勝を目指してしっかり皆さんにも頑張っていただけたらなというふうに思っています。主役は私、応援ありがとうございました。さあ両大会どの競技見に行こうか ねそうですよね。四国中央市といえば、うん、空手道の競技がありますよ ね。でこのスタジオにも来てくれた本田選手の活躍も見ることができますよね。いろんな競技を取材させてもらって、うん、実際選手に会ったり、はい、体験したりした競技ってやっぱ全部行きたくなりますよね。そうですね。あと今日紹介した文化プログラムも見に行きたいなと思ってるんですよ私。そうですね、やっぱりしっかりスケジュール調整をして、はい、なんとか行かないとねそうですね、実際に足を運んで新しい発見していきたいですよね。はい、そうですね。さて次回配信は2週間後の4月25日を予定しています。愛媛国体愛媛大会ホームページや Facebook ページなどでお知らせしていきますので、そちらをぜひご確認ください。 Facebook ページではロケの様子、収録の様子なども随時アップしていきますので、そちらもお楽しみに。また過去配信分は公式ホームページにある愛媛国体愛媛大会放送局のサイトで見ることもできます。そしてこの番組は愛媛県内の一部の CATV のチャンネル、そしてここエミフルマサキの中にありますモニター各所でも見ることができますので要チェックです。というわけで、はい、今日もみきゃんと一緒にバイバイ。